中年オタッキーです。相変わらずバタバタしてます。本当はねライブやろうと思ったんですけど、でも時間が遅くなりすぎてライブスタートさせるのもどうかなと思ってね、動画もね作んなきゃいけないし、作品投稿が結構たくさん来ているのでね、通常の動画を優先していこうと思います。で今日ははいこのカメラの紹介ですね。近づけたらピンポケなが、今日もね EOS 5D Mark III で撮ってるんで、オートフォーカスができないんですね。このカメラオリンパスのねミューメタルっていうねカメラになります。超高級バケーションカメラとでも言いましょうか。それでは動画スタートしていきます。はい、本日紹介するこのねオリンパスミューメタルなんですけどもね、だいぶ前になるんですけど視聴者の、ヤフーコング別名桃色山梨様に提供いただいたカメラです。本当にありがとうございます。これね結構高いですよね。まああのレア超がつくレアかもしれない。もうねあのオリンパスペン F シリーズなんかね目じゃないぐらいね台数少ないと思います。でねどんなカメラだったのかデータがね、オリンパスのサイトに残ってます。オリンパスグループ企業情報サイトっていうところに残ってますね。製品サポート、2002年の9月25日、デザインを重視したメタルボディを採用、3倍クラスズームの 35mm コンパクトカメラで世界最小を実現、ミューメタル新発売、ということですね。オリンパス工学工業株式会社はデザインにこだわったメタルボディに ED レンズ、低反射レンズですねを採用した38から 105mm の高性能ズームレンズや新開発11点マルチデュアルオートフォーカス機能を搭載し3倍クラスズームで世界最小を実現した高品位な 35mm コンパクトカメラミューメタルを2002年11月15日から発売しますということですね。価格は5万円メッカー希望小売価格で5万円ですね。主な特徴はデザイン重視したメタルボディ、3倍クラスズームで世界最小、ED レンズを採用した高性能38-105mm 3倍クラスズームレンズを搭載、高精度なオートフォーカスを可能にする新開発11点マルチデュアルオートフォーカス、メタルボディに雨の日も安心してお使いいただける生活防水機能、JIS 保護等級4、防末型を搭載、金属素材ストラップなど高級感を演出する付属アクセサリー、デザインを重視したメタルボディ採用、同じようなことがズンズン書かれておりますが、シャッタースピードとかね、その辺の性能は結局書いてないんだけど、明るく見やすいファインダー、簡単に綺麗なフラッシュ撮影が楽しめるインテリジェントフラッシュシステムの搭載、離れた場所からレディ操作できるリモコン撮影、撮影の楽しさを広げる切り替え可能な各種撮影モードということなんですね。撮影モードはねこの後ろのね液晶画面でねコントロールするんですけどね、まあ使うといったらフラッシュの発光強制発光かフラッシュの停止ぐらいしか、僕的には使わないかあとクォーツデートですね。クォーツデートねこいつねあの2020年問題を突破してます。さすがねもうあの2002年といえばねもうデジタルカメラがね出てきてる時代の、カメラになります。さすが新しいコンパクトフィルムカメラということでその辺は、しっかりしているみたいですね。でまあ本当にね操作はシンプルです。このキャップがね、電源スイッチを兼ねております。で軍艦部の上にね、テレワイドの、切り替えで、モーター、電動ズームですね。あとはもうシャッターを押すだけです。本当に簡単、でフィルム装填の方はねこの横の爪を上にするとね蓋が開くんですけど、DX コード対応でフィルム感度だけはこれ登録できるやつですね。枚数とかはないやつです。フィルムを入れて、通常と逆方向にね、フィルムこっちの方にね差し込むオレンジのマークがついてますね。ここにもオレンジのマークがついて、ここにフィルムを合わせろよっていうねマークがねしっかりついてて、これは使いやすいぞって感じですね。で電池はねこっちか、はい、ここに CR2 の電池が1個、まあだいたい家電量販店で5、600円で売られてる電池ですかね。でまあリチウム電池なんで1回交換したら結構持つとは思いますけど、1個なんで
まああんまりフラッシュとか対応してると結構早く切れるかもしれません。で、防水はね、これフィルム室のねところにねちゃんとゴムがね貼ってあってね、防水機能がついてるんですよね。まあ、この時ね、この時期のオリンパスミューシリーズは結構防水ができるっていうね、ものが多かったり、日常生活防水ぐらいのレベルにはなるんですけど、さすがにドボンって川の中落としたとか言ったらもうパーない、パーなるとは思いますね。でね、まあ、写真を撮ってきたんですけども、今回使用したフィルムはね、比較的現在でも安く流通している、コダックゴールド200になってます。結構撮るの時間かかりましたね。これ年末にフィルム装填して、もう5月になってますからね、5ヶ月はかかってるんですけど、結構ね、カラーフィルム撮影恐怖症に今なってまして、色が、ちょっとでもね、色がね、賑やかなじゃないところだと、シャッターが切れない。シャッター切れないですね。カラーフィルム使うのもったいねえな、みたいな感じでね、モノクロ使いすぎだろって話なんですけどね。まあ、そんな感じのね、状況で、僕がね、カラーフィルムで、試写してきましたので、ここからは作例の紹介になってまいります。はい、作例なんですけどもね、これ、非常に天気のいいこれ神戸市内ですけど、こちらはね富士川、から撮った富士山ですね。これ夕方近いところで桜を撮ってます。これ2月18日梅かな、これ桜だと思うんだけど、梅だね。2月18日、梅だな。もう撮影データをこれ忘れてるね。どんな写真を撮ってかもう忘れちゃってるんですけど、この写真なんかはねちょっとアンダーになってるような気がします。結構ねアンダーになってる写真が多くて、もしかしたら CDS がもう劣化が始まってるかもしれません。こちらはね、日中シンクロした写真になりますが、やはりストロボがついてると違いますね。こちらの写真もちょっとアンダーですね。粒子が荒れておりますが、このように強い光源を、レンズに入れても比較的しっかりコントラストが出るフィルムになるようです。結構ね、まあ、新逆光は無理かもしれないですけど、このようにね、かなり強い光が、明暗が分かれるシーンでもねしっかり撮れますね。これモノクロで撮ってもこのレンズ面白いかもしれないですね。でこちらはね桜で、桜の花びらがね、川もね全部埋め尽くしてる写真ですが、残念ながらちょっと空ガスってるんですけどもね、非常にいい色合いで撮れるレンズだと思います。さすがこのぐらいの時代のレンズになるとね、カラーバランスもしっかりしてますしね、標準以上の写真が撮れますが、残念ながらやはり暗いレンズということでね、被写界深度を浅くするような写真はちょっと難しい、相当寄らなきゃいけないかなって感じの、気がしますね。このレンズなんですけど、まあ、F 値のねデータが分かんないんですけどもね、多分ねこれワイド側で 5.6 でテレ側は10ぐらいなんじゃないかな、絞り、まあそんなもんですね。コンパクトフィルムカメラのね、この手のね、もうこれピノキオミの鼻みたいに伸びてますけど、まあそのぐらいの明るさになっていきます。で、基本的にそのピントをオートフォーカスって言ってもね、ほとんどピンボケが発生しないようなレンズにはなってしまいますね。もちろんね、被写体にめちゃめちゃ寄ったりしたら話は別でしょうけど。このカメラのね、売りはやはり見た目ですね。ステータスです。これね、もう、これ伸びたレンズまで全部金属なんですよね。で、もうキラキラ輝いていて、非常に高級感があります。まあ、動作はねちょっとゆっくりしたものになるんですけどもね、非常にコンパクトです。もうこのね、胸ポケットとかには入っちゃう。ちょっと重めですけど、いや金属製なんでちょっと重めなんですけどもね、コンパクトさは抜群です。これミューシリーズの売りはねやはりコンパクトさっていうところもあるんでね。で、まあクォーツデータがねまだ生きてるっていうのが大きいですね。デジタル一眼とかでね、ミラーレスとかで、撮影に行った時にね、そのデジタルだけで写真を撮ってその記録が残らないのは嫌だっていう人はやっぱこうフィルムでねちょっと撮りたいけど、一眼タイプをね2台持っていくっていうのはちょっと重たいし場所も取るってことで、これをねこれにフィルムを詰めてね、家族の写真とかを撮りながら、デジタルカメラで趣味写真を撮るとか、そういう撮り方も全然いいと思いますね。まあ、ミューシリーズ全体的にね、そういう使い方がいいと思います。で、ミューシリーズのね、その、ズームレンズのタイプは比較的安価に流通してるんですけど、こいつは違いますね。
これメタルということで販売台数も少ないですし、全金属製の、バケーションカメラということで非常に希少、もう超がつく、スーパー超がつくレアなカメラだと思いますね。そんなわけでね、ヤフオクでもね出品がほとんどないですし、出ても爆発的に高いです。もう恐ろしい値段ついてますね。安くて1万円。安くて1万円ですよ。もうね、高いものだと2万を突破していくようなものになります。この値段出すとね、もうオリンパスペン F とか FT とかはね、手が届く値段になってくるんですよね。どちらを買うかって言ったら、もうここはね、その個人の好みなんですけどね。うん、まあ同じオリンパスですが、その、まあ言うたら、ニコン F とかキャノン F1 もね、買えるぐらいの、勢いになってきますよね。これ、ヤフオクで1万2万とか言うんだから、カメラ店だったらもっと高いですよね。3万4万になってくるんじゃないでしょうか。こんなカメラもらってよかったのかな、これね。これ売ったらちょっと旅行行けるぞっていうぐらいの値段のカメラをね、譲っていた、もちろん売らないんですけど、非常に貴重なね、カメラをね、譲っていただいて、本当にありがとうございます。もうね、他にもね、まだたくさんね、使い切れてないカメラがあるんですけどね、もうね、これと同時にね、いただいたプラスチックのね、バケーションカメラもたくさんありますし、レンズはね、この間ね、ようやく取り切ったんですけど、まあ使いたいけど、なかなかね、スケジュールとか時間が合わないとか、他のね、方からいただいたカメラもたくさんありますしね、ちょっと順番待ちになってるんですけどね、まあね、本当に、貴重なカメラをいただいて、本当にありがとうございます。これなかなかいい写真撮れますね。まあ、被写界深度をね、ほとんどパンフォーカスの写真になるんで、記念写真系の、動画がおすすめですし、フラッシュがついてますんでね、お祭りとかに持っていくのにもいいかもしれないですね。ちょっとコロナ禍でね、お祭りとかも今全部中止になってますけどね、コロナがね、感染が明けましたら、このカメラを持ってお祭りとか家族で行くのがいいんじゃないでしょうか。はい、今日の動画はね、こんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターはこれ、栗さんでいいのかな。はじめまして、暇なので投稿してみました。タイトルは地球の輪郭です。カメラはヤフオクで1900円で購入したキヤノン T70 とトキナ35-105mm、プログラムオート、フィルムはフジカラー100、撮影場所は室蘭の地球岬です。十数年ぶりにフィルムを使いましたが、デジタルとの写りの違いに改めて驚いています。灯台が全然潰れていないってことで写真なんですけど、そうなんですよ。これがカラーネガの醍醐味。これ完全新逆光になっておりますが、灯台のね、シャドウ部が全く潰れておりません。これはもうデジタルでは不可能ですね。HDR や入れてもここまでは表現できないと思います。これがあるからね、映画界はフィルム回帰してるんですね。デジタルでできないことがまだフィルムにもできるぞと。ちょっとね、見直す、ことになりますね。栗さん、ありがとうございます。次がね、佐賀 B28、直屋さんの投稿ですね。おたき殿こんばんは。学生時代にペンタックスオートワンテンか、ワンテンで撮ったスライドが2個も出てきましたので、作品として投稿いたします。タイトルは一人歩き長崎、カメラペンタックスオートワンテン、フィルムコダクローム44、こーリバーサルですか。プログラムオート、撮影が1987年8月、当日大型客船ロイヤルバイキングスターが入港し、その乗客と見られる人々に賑わっていました。自分は船に近い駐車場で愛車を止め、グラバー園などを散策。1枚目はそのロイヤルバイキングスターと乗客のお兄さん、2枚目はグラバー園、旧三菱ドッグ前の池で遊ぶ女の子2人、デジタル化キャノンアクロ FD50mmF3.5 にニコンスライドコピーアダプターを装着、赤車用中間チューブと FDPK に改造したトキナ2倍テレコンバッターを介して
ペンタックス K5 でデュープしました。改造テレコン仕様のためか少々甘いです。最後にこれは作品ではありませんが、少々珍しいと思われるコダクロームのワンテン版スライド写真を添付しますということなんですけどもね。で、作品なんですけどね、これワンテンでこれの、なかなかだと思いますね。まあ、こんなもんですよ。甘いって言うけどね、ワンテンはこんなもんです。これよりもっと普通は甘くなりますけど、やっぱね、カメラもいいですし、やっぱリバーサルっていうところもあるんでしょうかね。で、2枚目なんですけど、2枚目はね、女の子が楽しそうに水辺でね、遊んでる写真ですけど、光があればこれ最高だった、最高の写真だったですね。ワンテンでこんな撮れるんですね。で、3枚目なんですけどね、ここで、コダクロームのスライド、ワンテンのスライドなんかあったんだな。いやー、時代ですね。今もうワンテンのフィルムって言ったらもうロモのカラーネガしかありませんけど、この間いただいてるんであれ使わなきゃいけないんですけどね、カメラも一緒にいただいてるんですけど、カメラの修復がちょっとね、頓挫しております。あれ結構ね、レンズの奥にたどり着けないんですよね。分解して壊すのが怖いですし、データもなかなかないんでちょっと苦戦しております。はい、サガビー28ナベさん、ありがとうございます。次がね、鶴尾さんの作品ですね。作品トークをさせていただきます。1枚目、春が来た。カメラ、ニコン D5600。レンズ、ニッコール Q-O と 135mmF2.8。F8 で撮ってます。2枚目、タイトル、頼りになるすごいやつ。カメラ、ニコン FI レベル。レンズ、ズームニッコール O と 4386、F3.5、F8 で撮ってます。フィルム、アリスタエディウルトラ100、現像 SPD 現液20度4分、早いな。桜の季節は終わりましたが、よろしくお願いしますということですね。で、1枚目なんですけど、これは素晴らしい作品になってますね。まあ、デジタルなんで解像度はあれ高いんですけどね、これ、桜がね、目いっぱい光を受けてるところにね、老人が佇む姿、非常にいい写真になってます。で、2枚目、20度4分、SP では、現液か。現液だったら普通だな。20度4分ということでね、非常にシャープな写り。アリスタエディオね、前回ね、その400のことを紹介しましたけどね、あれは、フォーマーですけど、やはり非常に結構快調豊かになっていると思いますね。シャドウ部もしっかり出てますね。アリスタはね、100も200も400も結構使えるフィルムと思いますね。鶴尾さん、ありがとうございます。次がね、野良旅人さんの投稿ですね。1枚目がね、雨上がりの散策、ミノルタエールコダックカラープラス200。2枚目が、新緑の辻祭り、ニコン F3T、チタンですね、AI ニッコール 50mmF1.2S ベルビア100ということですね。1枚目2枚目ともね、東京都青梅市の、塩船観音寺っていうものかな、これ土で有名なお寺ですということでね、1枚目のね、ミノルタ AL か、オタッキーさんのカメラプレゼントでいただいた、ミノルタ AL 大活躍していますということですね。この日は雨上がりで光も少なかったので、いろいろ工夫するのに苦労しました。よろしくお願いしますということなんですね。作品なんですけどもね、1枚目がちょっと面白いですね。これね、向こうの建物がね、ちょっとジオラマっぽく映ってるんですね。軽くボケてる感じでね、完全にボケなかったところが面白い感じに撮れてると思います。で、2枚目なんですけど、2枚目は今度逆にね、後ろのね、背景ボケをしっかり出した写真になりますね。これ葉っぱが光が当たってたらもっと最高だったんでしょうけどね。今回の作品は2枚とも光が問題ですね。これ1枚目のね、奥に光が当たってたら最高ですけど、まあ、天気がね、難しいとこですね。はい、野田旅さん、ありがとうございます。次がね、のりかずさんでいいかな。お疲れ様です。冬に撮った写真になります。左上の電線と左下の街灯が邪魔かなと思いましたが、そのまま取って出して投稿します。これ以上前に出ると車道に出てしまうので諦めました。カメラがペンタックス SPO105MI、フィルムがコダックカラープラス200、タイトルはもちもちの木っていうことなんですよね。で、写真なんですけどもね、確かに街灯とね、電線は入っておりますがね、これはまあ仕方のないことだと思います。デジタルみたいにね、そのフォトショップでね、消してとかね、まあ、そういう古速なことはやめましょうって感じでね、これ、まあ、フィルム写真なんでね、もう残るものは仕方ないです。でね、これ太陽がね、映り込んでるんですけど、非常にね、綺麗な虹状のゴーストが出ていますね。このレンズ、SPO105、虹ゴーストが出るぞと、意外なところで発見ですね。
はい、のりかずさんありがとうございます。これで終わりだな。実は今回タイトル画面非常に悩んでおります。ふりさんの写真と鶴尾さんの1枚目で、のりかずさんの作品、この3名非常に悩んでおります。難しいですけど、まず鶴尾さんデジタルなんでちょっとこっちです、すいません。これフィルムカメラがあのページなんで、動画なんでね、デジタルでも、もちろんデジタルでもタイトル画面ね、採用するんですけど、今回ちょっと競ってるんでね。でね、のりかずさんのこの虹ゴーストか、それともこの栗さんのね、明暗の分かれたこの、なんていうんですか、シャドウ部が潰れてない灯台の写真、ものすごく悩んでますが、栗さんのね、この地球の輪郭、これを次回からタイトル画面にしようと思います。これもうね、なんかの写真集になってもいいぐらいの、見事な作品だと思います。はい、今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、今回はね、ちょっと前回の動画でね、ガメラさんのね、カメラの動画、画像が出てなかったんで、もう一回紹介させてもらいます。すいません。おたきさんこんにちは。俺のカメラ投稿します。コニカオートレフレックスの TC です。A コムワの輸出仕様でなかなかのレア機種ではないでしょうか。1000分の1までの機械シャッターで、シャッター優先 AE 搭載です。ヘキサの 40mmF1.8 パンケーキレンズの組み合わせオサンプスアップに最高ですよ。前回もこれ同じこと読み上げたんですけど、もうね、とにかくバタバタで、ね、失敗がっちゃって、ミスが多くなってますね。で、画像なんですけどね、これがね、なかなかね、張り側はこれね、ご自分で張り替えたものだと思うんですけどね、このストラップ、赤色のストラップが非常にいいですね。コニカヘキサの AR40mmF1.8、ぜひ使ってみたいレンズですね。一眼レフカメラで 40mm っていうのは結構珍しい画角だと思いますね。だいたい 35mm とか 50mm になっていくんでね。いやー、羨ましい話ですね。ガメラさんありがとうございます。次がね、もう一人紹介しましょうか。野良旅人さんのね、俺のカメラになりますね。1枚、中年おたきさんこんばんは。俺のカメラに投稿します。今回は俺のニコンです。4枚、1枚目はニコン F2 フォトミック、レンズは非 AI50mmF2。 おたきさんに影響を受けて買ってしまった第1号機、機械式最高です。2枚目は昔から憧れていた最高峰のカメラ F3、 オーバーホール済みの機体を入手、一番好きなカメラデザイン、ジウジアラデザインですね。3枚目は F60D、 子供の成長記録用に購入した我が家で子さんのニコン超軽です。一番使いやすいかも。4番目最後は今回のカメラに撮影 に使用したカメラ F3 チタンです。今回の撮影は F3 チタンに 50mmF1.2 をつけてベルビア100で撮影しました。なので鏡を使って自撮り風に撮ってます。面白いですね。いやー、なかなかのね、これ F3 チタンはちょっとね、もうコレクターズアイテムになって相当高いと思いますけど、まあ、もちろん F3 も高いですしね、なかなかね、フラッグシップカメラをたくさんお持ちということでね、まあ贅沢な、もう完全にニコン灯になってますよね。うん、いい感じですね。で、これね、今回ね、この1枚目の写真を、タイトル画面にさせていただきますね。これね、何がいいかって言ったらね、結構ね、ドンピシャなんですね、ぼかし方がね。私の好きな感じになっておりますので、タイトル画面にさせていただきます。はい、野良旅人さんありがとうございます。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになっていきます。はい、やったやっちまったのコーナー、今日はね、アキジュンさんですね。やったやっちまったに投稿です。やったの方です。先日ヤフオクで FD35 から70、F2.8 から 3.5 のレンズを落札しました。本人気率なのか2週間くらい眺めて100円落札。送料510円、計610円、安っ。説明にわずかな、ほこり混入とありましたが、中玉がカビだらけ。
カニメとレンズオープナーを準備 してたので恐る恐るバラして製造、ピカピカになりました。最近ついてるので反動が怖い怖いということなんですね。これ結構人気のレンズだったんじゃないのかな、どうなんだろう。35105は人気だったんか、3570はその影に隠れて人気がなかったのかな。でも結果的にはまあ結果往来でいいですね。かなり綺麗になっております。これ写りが楽しみですね。これでね、またいい作品を撮っていただければと思います。ズームレンズの分解はなかなか難しいんですが、これは見事にやられておりますね。はい、おめでとうございます。ここからはね、教えてオタッキーさんのコーナーになります。はい、教えてオタッキーさんのコーナー、これまたまた秋純さんの登場ですね。教えてオタッキーに投稿です。以前 FL レンズでのピントが合わないと丁寧にご指導ありがとうございました。前にオタッキーさんの動画にあったと思いますが、 FL レンズをキャノン F1 に装着しての使い方をもう一度動画で教えてください。 FL の後期です。 M と A の切り替えが必要なのか、 M だけで良いのか、よろしくお願いします。まあ、今 M でピント合わせ、 A にしてシャッターを切ってます。ちょっと不安ですっていうことなんですけど、これね、これオートとマニュアルって意味なんですね。これ今ちょっと FL レンズ、28mmF3.5 っていうレンズを用意しました。でね、ちょっとキャノン F1 はね、今フィルムが入ってるんで、これ A1 でやりますね。よっと。まあ、基本的にレンズの装着は通常の FD レンズと同じになりますね。まあ、ニュー FD とはほんのり違いますけど、まあ、マークを合わせて、スピゴットのリングを回すだけです。で、この M と A って一体何ぞやって話なんですけどね。これ何のことはないです。これ絞り込みをね、M にすると絞った状態になります。で、A にするとこれオート、自動絞りになりますね。これでね、シャッタースピードを思いっきり遅くして、もう見えないよな。見えないな。これね、A にすると、まあ、例えば絞り8にする。ピントを合わせるときは開放で、で、シャッターを切るときだけ、絞られるっていうね、レンズになります。この FL レンズは全部一緒です。この AM 切り替え。M にするとね、もう絞り込まれた状態になるんで、これレンズを見てるとわかると思いますが、この M の状態にしてね、絞りのね、そのリングを回すと絞りがね、絞られたり開いたりします。これが A になるとね、これをいくら回しても絞りは絞られません。開放のままです。で、スローシャッターでね、遅いシャッタースピードで絞りを絞り込んでシャッターを切るとね、絞りが一瞬閉じてね、開く様子がわかると思います。これ自動絞りの切り替えバーなんで、A の位置で撮って、ずっと撮って構いません。正常です。で、絞り込み速攻の時に M を使うとか、あとプレビューの時に M を使うんですね。要は、現在の絞りでどのぐらいの被写界深度なのかとか、そういうことを確認する時に使うのが M なんですね。だから通常の撮影では A のままでね、構いませんので、そのまま A で撮ってください。で、プレビューをしたい時は、M を使うという形になりますね。F1 は開放速攻になりますが、残念ながら FL レンズは開放速攻に対応しておりません。ね、ですのでね、カメラ側で絞り込む。どうやったっけもう長いこと使ってないから忘れちゃった。よいしょ。このレバーをね、こっちに倒すんですね。この内側に倒すと、絞り込み速攻モードになります。で、右側の露出系の針が黒いボッチンのところにあったら適正露出という形になりますね。ちょっとね、ファインダーが暗くなるんでね、使いたがらないってこともありますけど、まあまあ、外部露出系とかね、スマホの露出系で合わせて適当に撮るっていうのもありです。まあ、そんなわけで、その FL レンズの使い方はそんな感じになりますね。FD レンズにはね、この切り替えレバーがありません。もうここでやれっていうことですね。もうプレビューはここでやれということになるわけですね。はい、今日の動画は以上になります。いかがだったでしょうか。
まあね、結構ね、マニアックなね、カメラをね、紹介しましたけどね、多分これ再生伸びないんですよね。まあ別に伸びなくていいんですけどね、フィルムカメラをね、紹介することが、僕の、動画の、趣旨となっております。このカメラね、買うのはいいですけどね、すごく高いので、お金に余裕がある時に買いましょう。こんな感じになりますが、どうだったでしょうか。高評価、コメントの方ね、どしどし募集して、もうコメントは偉いことになっておりますが、もうコメントを返す時間が全くございません。なんとか時間を作ってコメントを返していこうと思います。高評価の方はね、ポチッと押すだけなんでね、もうぜひぜひ今すぐポチッと押してください。でね、チャンネル登録なんですけども、相変わらずね、どんどん増えていっておりますが、まだまだ増やす予定でおりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。バイクチャンネルの方もね、どんどんチャンネル登録増えていっておりますが、大した動画は作ってないですけどね、バイクチャンネルまだね、試験段階に近いものがありますね。クオリティが低いんでね、どんどんクオリティを上げていこうと思いますので、興味がある方はバイクチャンネルの方も、チャンネル登録よろしくです。はい、今日の動画はここまで。またこの次の動画をお待ちください。この次の動画はね、ニコン F4 で、ローライエ 80S というフィルムでね、写真を撮ってきた動画になると思います。はい、それでは最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。